YouTube 勉強会とかどうかなと思って。ん？何何？ YouTube の勉強会？だから企業として SNS をビジネスに活かしていこう。あ、そうですそうです。 SNS ってさ、もともとは B2C 俺らみたいなところには効果があったと思うんで、今って違うじゃん。結構乗り換え道場の YouTube って、うん、ちょっと際どいじゃないですか。うん、まあ、会社でやっとるチャンネル。そう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 。最初俺も本当真面目なことばっかりやってたんで、結局伸びないから、お客さんに見てほしいことを放送してたんですよ。あ、いいね、いいじゃないですか。ゴールをつけるね。じゃあしましょう。お、いいね、楽しそう。19、20。ねえ、お前今いいですか。まだ会えてまだ聞く。ネタ前コミュニティ作りたいって言ったじゃないですか。なんか、うん、え？でなんか、なんか、それ、なんか何？YouTube 勉強会とかどうかなと思って。ん？何何？ YouTube の勉強会？どういうことだと思って。え、なんか。この話やけど、え？どういうこと？なんか私もカメラマン、もう緊張していきなりカメラ持ってきて突撃するんだったら、もうちょっと視聴者が分かるように話した方がいいと思うよ。厳しい厳しい。俺がフォローしたらと、お前誰も分からんわ。どういうこと？私もカメラマンするの初めてなんですけど、うん、そもそも、まあ、カメラマンでもないだろう、やっとったら。だってカメラ持ってる時間が1週間に3時間か4時間ぐらいしかないわけ。そうそうですね。なんか私も正直、うん、カメラマンしますけれども、チャンネルごとの個性みたいなのあるじゃないですか。 YouTube の乗り換え道場の、で結構乗り換え道場の YouTube って、うん、ちょっと際どいじゃないですか。うんうん、まあ会社でやっとるチャンネル、ね、そうありえんよね。だからちょっとね、初めね戸惑った、うん、戸惑った誘われてどうしようかと。ああ最初そう声かけられた時、うん、もうお前案外って言うの真面目だもんな。SNS 勉強会って何やるの？でも今って SNS の時代じゃないですか。うん、うんうん、で結構周りの、まあ、インスタグラムとか見てても、うん、企業で SNS してる人結構多いんですよ、うん、でもまあ社長みたいな人はいないですけど、いやでも俺周り結構、うん、まあまあそうだけど SNS やってる人は多いよ。そのなんかそのコミュニティ作りたいのと紐づくところが、うん、結局同じ気持ち持った人が集まる。 SNS の勉強が先か、会社として利益をもたらすための広告っていうのが先か、まあ、また別ですけど、まあ、一つのきっかけとして、うん、SNS 勉強会、うん、SNS で広告として宣伝するといいことがありますよっていう勉強会をすれば、まあ、少なからず同じ気持ちの人が集まるので、まあ、そこから、ね、じゃあ経営者とかそういうビジネスやってる人の SNS 勉強会なのか、うん、そのなんかインスタグラマーみたいな可愛い女の子の勉強会なのか。違います。俺はそれをイメージした。お前が来たらYouTube なんかそう可愛い女の子集めて、残念そんなことで、ちゃい俺も逆にそんなことで俺が喜ぶと思ってんのって、あキャラだと思ってるけど、そんな別に何とでもないのこれ。インスタグラマーにメッセージして。でもね、あ経営者向けの経営者、うん、を集めるってこと。あいいね。うんうん。どうやってやるの？どういう感じで？まあ要検討ですけど、そこはそこまで考えてないけど、まあ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 、まあ、それどうかなと思って。それは何、動画で撮るってことはなんかある程度考えとんかなと思って。まあかわいいね。まあお前カメラで顔隠すなよ。何も考えてない、まだそこまで考えてない。そこまではまだどういう感じっていうか、だって企業として SNS をビジネスに生かしていこう。あそうですそうそう。でどうやってフォロワー増やすっていうよりは、まあそれももちろんそうなんだろうけど、 SNS を活用して企業を成長させていこうっていうか、うん、お客さんが発信していこうっていう、うん、であとはさ、これ企業ってさ、まあ、これ話すの生着替えになってさ、チクルがやる気になってきちゃった。ちょっとまだ面白いな、チクルがやる気もうそれ何っていうと、うん、その大きくビジネスってまあ分かれるじゃん。 B2C 俺らみたいなエンドユーザー相手なのか、あとは建設業ってほとんど 99% の企業はエンドユーザーじゃないじゃん、うん、ね、あの企業さんから仕事を頼まれる、例えば塗装屋さんがでゼネコンで、あとはああいう国の仕事とかでもね、うん、公共工事とかでもそうだけど、だからその俺 SNS ってさ、もともとは B2C 俺らみたいなところには
効果があったと思うけど、今と違うじゃん。法人営業のための SNS って結構ない。全然勉強しないよ、お前。よくこの、お前逆に俺言い返したいから、俺まんま勉強してるからね。こう見えて。そうバカな。不倫だよ。バカだよ。バカだよ。バカだけど勉強してる。バカだから勉強してる。だけどそうじゃない。今ってそういう結構企業向けの、うんうんうん、だからフォロワーがガンガン増えなくても、あ、そうですね。ブランディングみたいな。SNS ってあるじゃん。うん。あともう一個が、私やりたいんですけど、うん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 、面白そうだなって自分も思ってるし、 SNS 興味あるから、うん、まあ、思ってるし、うん、でもやっぱそれを私が個人じゃないですか、うん、ってなった時に、まあ、法人の方向けにそういう勉強会するんだったら、そもそもなんで社長始めたんかなっていうのが、B2C でターゲットを増やすためなんですか。あ、いや今の会話の通りだよね。でも、でも本当に最初俺も本当真面目なことばっかりやってたんで、うん、だけど結局やっぱ伸びないから、社員紹介とかでお客さんに見てほしいことを放送しとったわけじゃん、うんうん、相手が見たいことを放送してるんだから、俺が見てほしいこと、俺がなんか発信したい、したい、したいみたいな、言いたいことを伝えてるだけじゃん、うん、でそう誰も見に来んじゃん、そんな、うんうん、俺が宣伝動画で、なんか俺がそんななんかしゃべらせる、いや SNS 勉強会やるだろ、うん、いいんじゃない、それ面白いな、でそういうことも話せるし、もちろんで SNS でじゃあどれぐらい会社にとってプラスマイナス、うんうん、マイナス要因も絶対あるじゃん。あったんですか。まあないじゃないけど、あるっちゃあると思う。俺は分からん、でも社員もあるかもしれない、クレームをいっぱい電話になるとか、うんうん、あとやっぱ社員がよくも責任感を持ち始めたし、うん、やっぱ自分たちはいい意味でも特別なんだじゃないけど見られてるんだっていう立場でやっぱ動くようになってきたから、すごい効果もあるけど、それが行き過ぎるとそのミッチみたいなこうバーってなってきて、あ、伸びるのやっぱプライドが出てこない、いい仕事ができんから、うんうん、だけど伸びすぎてそのな弱くなっちゃうと、ポンってやったらポキンって折れちゃうよ、うんうんうん、ぶっとい伸びたらいいよ、こんな風にいいけど、サインみたいに、はい、ひゃらーと伸びてったらポキンって折れちゃうじゃん。でそれをね、お前がやれる、なんかどういうイメージ、顔が見えんか、カメラに見えてる、お前はそのいやカメラに向かって、いやそのなんかやりましょうよじゃなくて、うんうん、お前が本当にやりたいならやれと、まあマジで真剣に、うん、そうやってまあ会社、まあ結構すごい熱心じゃん、 LINE もしょっちゅう送って、もうこれ視聴者に言っていいよ、お前なんかもっと落としてほしいんだったら落とすんだけど、はい、まあ結構ね、視聴者の皆さん昨日日曜日もこういう LINE 送ってきて、明日のメンバーのリストですと、明日の予定ですって何々し何々て何々し何々てとか、まあ、バーって送ってきたわけだな、ね、で俺がもう何だろう、何これクエスチョンって言ったんだけど、とりあえず8時45分だとか言って、あすごいなって熱心だなって前日から、ね、調べてこうやってやるっていうのは素晴らしいことじゃん、昨日は日曜日でしょ、うん、だから責任感はあるから、まあやってほしいってやってほしいな、結構大変だぞ、どういうことをやってるんですね勉強会って、シンプルになんか説明と実際に運営してる人の話を聞けたら、まあ、一番いいかなと思ってるんですけど、あの SNS コンサルみたいな人の、まあ、お話と、うん、と、まあ、実際企業さんが運営している人、運営してる企業、あそこは俺じゃないんだ、それ俺喋ってほしいんじゃないんだそこでじゃあ、あのお願いします。喋るんじゃないんだ、別に。まあ、ちょっと考えときます、ちょっと。いや、俺でもあんまり人前好きじゃないから。嘘でしょ。じゃあ、本当ですか。じゃあ、決まったお喋る苦手なの。俺は、一つは、何がやりたいっていうの、これ、一つお願い。やるなら、コミュニティ作りたいっていう考えは、なんかパッて一回集まって終わりじゃなくて、うん、例えば年に4回とか10回とかでも、まあ、5回なのか分からんけど、なんか集まって関係、やっぱいろんな関係構築しようとか相談したり、なんかビジネスってやっぱつながるじゃん、あ渋谷でじゃあ
これもある。やっぱじゃあ東京でこういう話があるとか、うんうん、じゃあこの石川県でこういう仕事が大きいね、石川県も今大変だから、まあ、こう建設業がすごい必要としてます。でそういう時にネットワークがあると強いわけじゃん。だからそういうみんなが、ね、共有し合えるものっていうかさ、なんか俺がなんか搾取するものじゃなくて、うん、なんかそういう風になっていくというか、ちょっと待って、やがっとるやん。ええ、頑張ります。やるか。お前がだろ。私はやりたい。うん、でこれちょっと日付とあれ出す。日付。3月は嫌です。お前さん自由に。今日2月19ですか、うん、月曜日。じゃあ4月19、うん、4月19、うん、ちょうど2ヶ月。何曜日ですか。金曜日。あ、いいね。いいじゃないですか。ゴルフ持っていけばいいじゃん。ゴルフ、いいですね。勉強会やってみんな酒飲んで、うん、次に朝からゴルフして車で移動して、はい、そのまま解散でいいじゃん。しましょう。お、いいね。楽しそう。19、20。はい。ちょうど2ヶ月後。ちょうど2ヶ月後。やるね、お前。まあ、いいんじゃない。まあ、みんなから話聞いた方がいいんじゃない。そうです。社員とかな。まあ、会社にどれだけメリットあったかっていうのはまず聞いた方が参加率上がるんじゃない。うんうん。まあ、社員がこういうの思うんだって。俺が言ってんのって口だけのような気もするじゃん。別に会社とかは取らんだろ。取らんというか、まあ、最低レベルで取ろうぜ。そのなんかそれで金儲けとかじゃなくて、うん、まあ、食事代と会場費とあれをペイするぐらい、うんうん、まあ、ちょこっとぐらいのしょうがないよ。そうすると赤字食っちゃったら俺は赤字ぐらいだから。はい、翔さん、お疲れ様です。お疲れさんです。今いいでしょうか。何ですか。私 SNS 勉強会というのをやろうと思ってまして。急だな。私も入ってまだ間もないじゃないですか。で、まあ、実際のところ SNS 始めて良かったことって何かなっていうのを。良かったこと、うん、SNS 始めて、はい、会社として、まあ、営業側として、うん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 、一番は集客じゃないかな。おお、集客がすごく良くなった。見積もり本数がすごい増えたよね。私もここの事務所行って結構電話になるじゃないですか、うん、で事務員さんがどうやってあの知ってくれたんですかみたいな、うん、結構 YouTube 多いですもんね。うん、多いね。めっちゃ多いですよ。まあ、そこが一番じゃないかな、うん、多分一番のメリット。他もあるけど、職人不足の会社だったら例えば求人出すじゃん、うんうん、求人出すと金かかるじゃん、うん、うちの場合は、まあ、YouTube 見て電話働きたいですへえっていうのもあるし。すごいですね、まあ、いいことばっかではないけどね。別に例えばだと、まあ、それこそ職人だとさ、はい、YouTube って楽しい動画を一応届けとるじゃん、はいはい、楽しそうだけで入ってくるから。ああ、入りたいですって言って入ってくるのいいけど、そうそうそう、で実際職人の世界って厳しいじゃん、うん、めちゃくちゃ、うん、朝も早いし、扉なんか重たいもん持つし、夏なんかクソ偉いし、うん、冬なんかクソ寒いし、はい、まあ、まあ悪いところですよ、まあ、いいのか悪いのかっていう感じ、うんうんうん、ありがとうございます。こんな感じでいいです。大丈夫です。めちゃくちゃ撮れたからいいです。初突撃カメラなんでちょっと緊張してます。突撃すぎる。ちょっと裏でいいですかとかあるかなと思ったら急に来たもんね。本当に今だと思って。何の前触れもなかったもんね。はい、私コメント消しやってるんですけど、翔さん久しぶりに見てた、やっぱかっこいいっすっていうコメントあったんで消しときました。いや、一定そのファンがいるみたいですよ。ちょっとファンの方にメッセージをじゃあお願いします。ファンの方にメッセージ、はい、見てますよここに。メッセージ、これからも応援してください。じゃあチャンネル登録してください。はい。あれしときましょうよ、あのまた見てねってあるじゃないですか。今日のまた見てね。これ一本の
あれ、いや、その前のやつにくっつけて、後に来るか前に来るか間に来るか分かんないですけど、みんな取るでしょ。いや、もう終わりです。もう来週の月曜にはあげたいから、もうお前すぐ取ってこいって。はい、また見てね。また見てね。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。